久保さん、ローンですか。いやー、久保さんの限界1年ですよね。僕ですね、あの、去年、今年去年か今年なんですけど、あの、MacBook Pro50 万のパソコンをローンで買いまして、2年ローンですね。まあでも、金利ゼロなんですけど。<laughs> ま金利ゼロキャンペーンにやられましたけどね。まあ、ローンですよ。 ま、金利が乗ってないローンなんで、どうなんだろうな。これってローン言うんですかね。久保さんから言うと、金利が乗ってないローンっていうのは、ローンって言うのかな。こうちょっと久保さんの見解聞きたいですね。金利が上乗せされてるやつだったら、まあまあ、まあぶっちゃけ金利を払ってるわけですから、あのー、元の商品の価格より、その金利を高く払う,う。っていうことなんですけど、金利ゼロの場合は、金利ゼロのローンっていうのは、 どうなのかなっていう <laughs>。まあこれ、久保さんの見解ちょっと聞きたいですね。住宅ローンも0.0、今0.0何倍 ?0. 何倍とかで、クソ安いと思うんですけど、ただ額がでかいんで、結局何百万単位になるってことですよね。うん。僕はまあ、あの、ローンを組んでいいものと、ローンを組んではいけないものがあると思うんですよ。これは。でもそれは自分の中で決めればいいと思いますし、あのー、なんだろうな。 何が,がダメっていいいうこととはないと思います。逆に言うと、世の中にローンがなかったら、あの経済回らない部分もあるんで。うん。要は、ローンがなかったら、低所得者が家を買うことができないんですよ。じゃあ、家売ってる会社どうやって売るのっていう。お金持ってる人にしか売れないんですよ。現金一括しか受け付けられてませんよっていう。 例えば、速化塾に関しても、現金45万、一括じゃないと受け付けませんっていうことだったら、あの入れる人が少ないんですよね。でも、それが頭金3万ですよ、だけでも大丈夫ですよっていうことだったら、入れる人が多くなるわけですよ。だどっちの方がいいのかって話で、あのまあ、その商品を多くの人に広めるんだったら、ローンはあった方がいいと思います。うん まあ、その販売者視点でもローンはあった方がいいと思いますし購入者視点でもローンがあるとあの収入が少なくても買えるというメリットがありますただデメリットとしては、まあ、金利が上乗せされてるやつだったらまあその金利を払わないといけないとだけど欲しいものはすぐ手に入るとうんだからこれはまあメリットデメリット自分で考えればいいんじゃないですかねうんですね、うん 単純にそれだと思います。何かが正しい悪いじゃなくて自分の生きていく中でメリットデメリットを何を優先するのかは優先順位じゃないですか。だか金利を払いたくないという優先順位だったりとかそのリスクですよね。でもそのリスクは住宅ローンだと死んだらローン免除になる保険も入るんですよ。だけど一括で払ったとして死んだら、まあ、ざあのーまあ、逆にそれあのー まあそういう保険もあるのかなうんまあ住宅ローンってまあ多分知ってる方は知ってるかもしれないですけどその借り主が死んだ場合支払い不能になるんでそれを免除する保険にも入るんですよねたか確か確か,確かそうだったと思うんですよね住宅ローン住宅住ローン死んだ あ住宅ローンーこここれだここちょっといい住宅ローン返済中に死亡したら残りのローンはどうなるのと。えああ、やっぱ保険に加入すると思うんですよね。まあ保険に加入しないパターンもあるのかな。 うん、住宅ローンは30年から35年など長期にわたって返済していく場合が多いローンのため債務者が病気や事故で死亡してしまうリスクは十分に考えられますそうなるとローンが返済されなくなり住宅ローンを提供している金融機構にとっては大きな損失となりますそうしたリスクを回避するためにほとんどの住宅ローンで団体信用生命保険への加入が必要とされていますだからあの相殺できるっていう死んでもその保険で相殺できるっていうね うん、っていうのがセットでついてると思うんですね。うん。これね、多分ね、うん。これを加入しないとダメなんじゃないかな。加入しないと貸さないみたいな、多分あると思うんですけどね。まあ、ちょっとすみません。僕も不動産詳しくないんで。うん。だからそこに対してどういうふうに思うかですよね。うん。じゃあ逆にそのね、死亡はしなかったけども、 ああなんだ、うん、骨があ、足が動けない。車椅子の生活になりました。多分車椅子だと保険降りないかもしれないですね。うん。じゃ車椅子になって働けなくなったらどうすんねんってじゃそのリスクはどうすんねんっていう。で、でもね、それを考え出したらね、もうキリがないんですよね。明日台風で死ぬかもしれないし、明日コロナで死ぬかもしれないし、まあ、明日すぐコロナで死ぬとかないか感染して、まあなんぼありますけど。 なんかいろんなリスクがあるので、じゃあそのリスクを全部考えていたら、切りないよっていう。だどこ、あの、街中歩いたらね、うん、交通事故に遭う危険性もありますよ。うん。いや、吉永さん、車が通ってない街中なんです。あの、田舎なんです。うんだけど、なんやろうな。いきなり飛行機がね、墜落してくるみたいなね、あるかもしれないじゃないですか。100あの 0.000 00何パーかもしれないですけど。あ、あとね、雷ですね。この前なんかニュースで、雷が落ちたみたいな。そのサッカーの練習してたら、サッカー選手に雷落ちたみたいな、ありますし、なんかニュースありましたね。とか。なんかね、本当に細かいこと言ったら、もう無限のリスクなんですよ。だから、その、どのリスクを受け入れて、どのリスクを回避するのか、どのメリットを優先するのかっていうのは、それは個々の判断だと思います。うーん。 何が正しいっていうかだから、賃貸と家、どっちがいいのどっちでもいいと思います。どっちでもいいんじゃないですか <laughs> その人がいいと思ったら、それがいいと思うんで。うん。なんで、だから、あ、Windows と Mac ね。Windows と Mac、どっちがいいんですかどっちでもいいんじゃないですかと僕、Windows と Mac 両方使ってるんで <laughs>。まあ、どちらかというと、Mac の方が好きっていうね。どっちがいいかじゃなくて、多分ね、Mac の方が俺好きやねんっていう、これが大事だと思います。 いやどっちが正しいじゃなくて、どっちが好きっていう。多分ね、これがめちゃくちゃ大事だと思います。持ち家と賃貸、どっちが好きなのみたいな。どっちのが自分のワクワクできるあの日々を起こ,すお起こせるのっていう。賃貸でもあの、賃貸だからこそ、そのいろいろなねあの、じゃあ2年ごとにいろんなとこに住むっていうワクワクもあったりとかしますしじゃ、じゃあ持ち家でも、そのリフォームする、いくらでも改装できるじゃないですか。 ね、DIY でねなそういう楽しみもあるだろうし <laughs> うん、まあと落ち着くというなんだう自分の我が家落ち着くみたいなのもあるだろうしう借りてないからうんなんかね考え方次第でもう宇宙になりますからここはうんだから住宅ローンとかはその人が 住宅ローンを組んでも家が欲しいと思うんだったらいいんじゃないですかねうーんだからっか塾に入りたいまあそのね30年ローンうん30年ローンでもいいやでも入りたいじゃあ入ればいいんじゃないですかという話ですよねうーんだから僕はローンはね必要だと思いますよ世の中にローンは絶対的必要だと思います だってあと、あの、借り入れですよね。銀行からあとお金を借りるっていう、それも制度も絶対的必要だと思います。このお金を借りるっていうことをしできなければ、まあ大企業も中小企業もやっていけないんですよ。銀行からお金。だって今回、JAL だったかな。JAL やばいですよ。JAL が、あの、赤字。赤字やばいんですよ。JAL の赤字が900億円ですね。937億ですね、赤字。 やばないですかこれこれもうほんとあのなんだあのー、やばいですね937億っていうで最終損益は計2000億円になる可能性があるみたいなねやばいですよこれどう補填すんねんって話じゃないですかこれ本当に銀行からの融資だったりとか国の融資お金借りるっていうことなかったらもう絶対やっていけないですよ無理ですよね うんだからローンだったりお金を借りるとかねなんかそういうのは経済にお,おいて必要だと僕は思いますけどね、うん、はいいってらっしゃい